さあますますお客さんも増えてきましてね、そうですね、にぎわってきましたけども、はい、川崎さん、あの続いての、ここ今、ここ、はい、撮影をやってるんで、すいません、はい、ちょっと一般の方は、すみません、違う違う違う、一般の方です、相方、あれ、もしかして、大臣、うん、あれ、どうしたんですか、ミスはどうでした、行ってきたんですけど、はい、パレード間に合わなくて、で、だから一生懸命個別にインタビューしようと思って舞台裏行こうとしたら係の人に止められました。すいません、今収録やってるんだから相方あ大丈夫か。結局見らんなかったの、そのパレード見たよ、遠くからじゃ一般の方と一緒に、うん、中入ろうとしてテレビ埼玉ですって言ったらダメですって言われたの。あ、芸人ですけどって言ったらもっとダメですじゃあ全然お近づきになれなかったの。なかった嫁探したんですけど無理でした。なんでここから僕も一緒に飛行機の方見させてください、うん、お願いします。はい、じゃあ断る。いやいや違う違う、入らないと、ね、ここから4人でいいですよね。あ、ところでどちら様、この方、はい、お名前なんでしたっけ。川崎さんでしょ。川崎さん、はい、元パイロットの方。そうなんですか。ですあ、じゃあすみません、ここから一つ、はい、よろしく、こちらこそ、はい、もう川崎さんにはもう何でも答えてもらえるんで、じゃあ今までだいぶ説明ももうすごいですよ、はい、いや、狭山の名物から、うん、昼間の駅の名物から、もう全て知ってますから飛行機のことでしょ。飛行機のことはさらに知ってます。なるほど。じゃあ、で早速なんですが、後ろの飛行機、はいはいはい、紹介していただきます。今は何なんですか。じゃあこれはこれはですね、ガルフストリームという飛行機ですね、はい、私ここにもう1機あって3機もあるというのはちょっと分かって、はい、知りませんでした。おかしいですね、川崎さんもだいぶ慣れてきたはずなんですが、はい、カメラに完全に教えてくださいそういうこともありますよ、ありますけど、はい、政府専用機っていうのはあるのはご存知だと思いますが、あれはジャンボ使ってますので、はい、海外行くときにあるで新聞記者もダンと乗せてで行きますね、はい、報道陣も乗せてますね、はい、この飛行機はそこまで、まあ、しなくてももっと手軽にこのずっとこう階級の上位の人あるいは政治家の方がですね、どっかへ急いで行かないかというような時に特に国内なんかはですねこれで行かれることが多いと思います。これ何でしたっけ、あれ頭文字が何でしたっけ。 U と U、 はい、この U は、はい、U はですね、はい、ユーティリティの U なんですよ。ああ、ユーティリティね。あ、うちついた。さっきありましたよね。いろんなティリティありますけど、いろんなティリティないよ。で、ユーティリティって何？多様時ですよね。多様時、すげえ。ことができる。さっきやったじゃないですか。すごいね。多様性のあるいろんな用途に使えるよと。なるほどね。お客さんも使って積んでもいいし、それから少々の荷物でも積めますし、まあ、いろんなこともできますよという。万能なんですね。カテゴリーの飛行機なんですね。で、燃費が非常にいいですね。静かですよ。音も静かです。はい、新しいエンジンですから。はい、U4 U4 ってさっきは放送してましたね、やっぱり。U4 だと未確認飛行物体みたいなやつだね。間違えられてないです。私は今ちょっと U4 という言い方をしておりますけども、はい、昭和の人間ですから。本当の昭和の人間だろ。日本語と英語と似てますよね。内部の人はそう呼ぶんですよね。U4 という意味、さっき放送してたのは U4 っていうような。一般的にどっちなんのかは、まあ、いろいろあるんですよね。それは私ももう自衛隊辞めた時に立ちますから。でも川崎さんの時代は U4。いやいや、私の時代はなかったんですよ、これ。まだなかった。なかったんですよ。まあでも川崎さんの時代は終わりましたからね。そんなこと言ってないですよ。涼しい顔して何言うとんねん。終わってません。また笑顔で。今真後ろにある機体がちょっと他の戦闘機とかもちょっと様子が違う。上に円盤みたいなのがちょっとした青山円形劇場みたいな感じですね。あの上で狭いなやりづらいね。これ何なんですか。あれはですね、グラマン E2C ホークアイという機体です。ホークアイ、すごい名前ですね。鷹の目ですね。鷹の目、という鷹の目、どういう、上に乗ってるのがですね、はい、レーダーなんです。レーダーのアンテナなんです、上が。それで、この航空母艦に普通乗せてるんですね、アメリカの海軍が。船に本当は乗ってる、はい、船で使う機
機体なんです。船にも乗せるんですね。航空母艦に乗せてるんです。ですから、あの今翼をこう畳んで、はい、航空母艦に乗せてもスペースを取らないように、畳んでるんですか。取らないようにしてるわけです。なるほど。航空母艦に、じゃあその敵が寄ってくるかどうかを、そうです。あれで離陸の航空母艦がですね、そういうの非常時の時はこの機体を何機か前方とか横の方に出しておくわけです。あ、でレーダー張って、レーダーを張ってるわけです。レーダーの警戒網を張ってるわけです。それで、そこで何か怪しげなのが来るといったら、戦闘機を発艦させる。鷹の目で見てると、はい、なるほど。なのにあの書いてあるペイントはコウモリなんですけど、かわいいですよね。ですから、なんて言いますかね、はい、暗闇でも見えるよと、はい、あの超音波でコウモリが獲物をつけるように、暗闇でも見えるよという意味ですね。コウモリだぞと、そうですね。ちんちゃん、後ろ見て、何、うわ、かっこいい機体が、これは男心くすぐるよね。機体ですか、外国人の方じゃなくて。いや違う違う、うん、飛行機見て。あ、飛行機かっこいいね。これはなんていう飛行機ですか。これがですね、はい、ちょっと私も戦闘機詳しく、この頃詳しくないんだけども、これは戦闘機なんですか。戦闘機です、F2 だったと思いますね。F2 という機体だったんです。F ってことは、はい、何ですか、ファイター、ファイター戦う機体。ただこの機体を見られる通りですね、はい、座席が2つありますので、はい、この機体のパイロットの訓練をできる機体だと思います。2人で乗る、2人で、まあ、デートに使ったりとか、はい、そうじゃなくて教官も乗って生徒さんね。でも戦闘機ってかっこいいよね、やっぱり男の人とかだと。このフォルムがたまらんよね、流線型の、ね、なんかプラモデルにありそうですね。あるあ絶対ある、ありますよ。ジンノスケちゃんよ、後ろの、え、どうしました、ネズミ男だけどよ、後ろの、いや違うんですよ、後ろの機体見てもらっていいですか。何、お、本当だ、鬼太郎が描かれてる、飛行機の後ろのね、ところに鬼太郎が描いてる機体、ああいうのも描くんですね。いいですか。いいんですか。やっぱり鬼太郎専用車かな、ですね、いないですよ、実際には。特別に、はい、なんか記念があるわけですよ、この舞台の。その時にこういうのをつける。なんで鬼太郎になったんですか。鬼太郎ってのはこれの三保基地って言いましたね、鳥取県の境港の近くの三保基地に舞台があいたんですね。で、はい、私の歌は最初に C46 っていうそういう輸送機を習ったのもその基地だし、はい、まあ、それから飛行隊長でも行き、なんだかんだでですね、かなり長いこと勤務した。川崎さんも思い入れのある、はい、その基地にいたんですね、はい、これも境港というその町はですね、はい、水木しげるさんのゲゲゲの鬼太郎で今ブームなんですよ。なるほど、それで鬼太郎が、はい、あちらに描かれていると、はい、本当にブームなんです。水木しげるさんがそこの出身なもんですから、それで今ゲゲの鬼太郎でですね、町中ゲゲの鬼太郎なんです。それでこれもちょうど記念の機体だから、ゲゲゲの鬼太郎、もちろん水木さんのですね、はい、了解をいただいてるわけですよね。そうですよね、勝手にやっちゃうとね、またね。で、一旦モメに乗って、そうです、空を飛ぶ絵が描いてあると、うん、ね、まあ、飛行機を前に、飛行機の説明一切なしに水木しげるのさ町の説明結構好きですね、はいはい、観光のために、ね、皆さんよくそお越しくださいませって言いそうになったもんね。何の話してましたっけ。後ろの期待です。一旦もめ、はい、一旦もめ話してますけど。